やあ、せつな圭介だよ。さて、今回から恨みっこ次の日イタン2第2話の方に入っていきたいと思います。第1話パート5つで終わったけど、だいたい1つの輪がそれぐらいの長さってことなんやろうな。じゃあやっていきます。てか安定のスタート画面はこの曲なんやな。この曲に何かのこだわりがあるのか。これ1時間ぐらい聴きよったら俺の背後に幽霊が現れるようになるんかな。怖いな。だとしたら怖いな。大きな音が鳴りますので、あ、これは第1話と一緒かな。このゲームに登場するレイズの接触行為を実行しないでください。接触行為ってどんなことだったっけ。ただ教室での勉強を終えて帰よったら世界に巻き込めたらそんな感じじゃけんな。実行しようが実行できるようなもんじゃない。何気が巻き込めた感のあるやつやけん。ただお、ここは夢の中？前へ進んでください。ほどの情報を与えられんまま進んでくださいと言われてしまった。でもこれ教室やな。前回の第一話、うわ、死ぬ。いきなり出てこられたんだけど。死ね？違う、ヨネって読むんだ。死ねじゃない、ヨネって読むんだ。ヨンネだ、ヨンネ。ヨンネ。なんかヨンネって韓国ドラマの演者さんとかにできそうな名前だな。ヨンネ。リアルに死ね言われてるやん。うっすら死ねって書いてるよね。死が数字になってるけど、死ねって書いてるよ。俺は見逃さないよ、それでほら。あ、これ、しきこさんじゃないな。これ、しきこさんじゃない。けど、なんか、しきこさんと同じように壁に埋め込まれているスタイルで存在してる。3年 B 組の青いシミ。とりあえず、この学校はとりあえず壁に誰かを埋め込もうとしてあげるんか。どうしてこんなところに。し、の、しの。え？この顔が喋ったんじゃないよな。西野、かな。この声は、安藤くん。その声は、バイキンマンみたいな言い方するんじゃないよ。安藤くんが呼んでる。起きなくちゃ。あー、安藤くんじゃないよね、これ。これが安藤くんとは言わないよね。ゴッドハンド出るや。で、大きく開いて、ちょっとずつゆっくり近づいてきております。西野、キャッチボールしようぜ。西野、あ、男の子や。安藤くん、どうしたの？今日は部活来なかったじゃん。うん、なんだか体調悪くて机で寝ちゃってた。は？大丈夫？風邪？わかんない。でも最近ずっと何か空耳が聞こえるの。あれ、空耳だけじゃないだろうか。完全に幻覚も見えてるから。あれ絶対あの掲示板の書き込みのこと気にしてんの？今回も掲示板の話が出てくるんやな。うん、気にしてないつもりだったけど、もしかしたらそうなのかも。ちょっとそこの二人。おっと、花沢さんみたいなやつが来たんかな。本当に花沢さん的な感じの不細工出てきた。出っ歯だな。前歯の歯茎死んでるなこれ。先生かな。もう放課後よ、早く帰りなさい。あなた西野さんだっけ。ごめんなさい、受け持ちじゃないからわからないけど、あなた教員の間では評判悪いわよ。先生こそ不細工っていう評判の悪さがありそうですけどね。え、内心にも響くんだから、あまり目立ったことしない方がいいわよ。特に安藤君は推薦での進学が決まってるんだから、邪魔したらダメよ。なんで出る杭打ってきようなこの先生。ははい。ちょっと内田先生、内田先生って言う、その言い方はないじゃないですか。俺が西野と話しちゃなんかまずいんすか。ああ、そうか、内田先生。安藤くんに気があるな。これ、3年のバレンタインデーとかの頃になってたさ、ひそかにチョコレート渡してそうだ。何よ、別に悪くないわよ。
あなたのためを思って言ってるんじゃない、安藤くん。わあ、好意見え見えだな。は？もういいから早く帰りなさい。ああ、このもういいからっていう言葉でごまかそうとしている。だから大人はずるいんだよな。ねえ、内田先生ってやっぱり安藤くんのことを気づいてる。気づいちゃった、気づいちゃった、わーいわーいやな。はっ、やめろよ。多分あんなブサイクとくっつけるでやめろよっていう意味でやめろよだったんだろうな。安藤くんわかるよ、迷えば死んでるもんなあいつ。関係ねえよあんなブス。やっぱりブス呼ばわりしとった。ブーのスーだったんやな、やっぱあの人。お前の見立ては間違ってなかったぞ。第2話、西野由衣、安藤京介。ちなみに公式サイトで事前に情報を仕入れとって、この西野由衣って子が野球部のマネージャーで、その野球部の部員の一人が安藤くんという、そういう設定です。で、話は第1話とつながってるらしい。掲示板も出てきたしね。遅くなっちゃったね。早く帰ろうぜ。部活は引退したんかな、3年生で。学校から出てください。やっきた、学校から出てくださいの文字。もうこれが出んかったらちょっと次の日っぽくないっていう、そういうイメージさえ湧いてくる。おわお、青春系のなんか曲にありそうや。グリーンの、グリーンあたりの CD ジャケットに使えそうな、そんな写真になってる。いいよな、青春っぽい感じのワンフレー、一つの写真ができそうな感じがする。よっしゃ、学校から出るシフトで。おお、あ、やっぱり学校一緒なんじゃな。青学、今回も青学が舞台か。ってことはしきこさんも出てきそうな気がするな。てか出てくるだろ。そんじゃ明日は部活も来いよマネージャー。野球部ももうじき引退だなし、気を引き締めて行こうぜ。早退もだってことやな。うん、バイバイ。次の日、そして次の日に入る。きたー、これも次の日に名物です。最近ずっと同じ夢を見てる。まさか本当にあの掲示板に書いてあった死の呪いってやつ。ああ、書いてくれとったんじゃ。これ三倉さんやな。第1話に出てきた主人公三倉さんがちゃんと書いてくれとうけん、こういう死の呪いっていう言葉が出てくるんかな。え、だとしたらこれ時系列どれぐらいになるの。第1話の頃から。今日は部活に行かなくちゃ。わからん。ああ、ここでもこういう人になっちゃった。人になっちゃったね、残念。これ CD のジャケットの裏面の方なんかな。ちょっと一人になっちゃってっていう失恋ソングだったんじゃ。 CD、 あ、その CD 失恋ソングだ。なんだチャイム、初めてのパターン。3年 C 組の西野由衣さん、3年 C 組の西野由衣さん。お前かい。ブス、ブーノスー先生、ブーノスー先生、至急職員室まで来てください。え、今の声って内田先生なんやねん。だけどあの夢の中の声と似てる。え、マジで。ね、内田先生幽霊説できてる人だったんやけど、いきなり。内田先生ブサイクで幽霊ってちょっと怖いぞ。いろんな意味でもうダブルで怖いぞこれ。階段を降りてください。どんどん階段を降りろってか。降りましょう。ん、そういえばこんな話があったっけ。掲示板の話これも。廊下を歩いているときに知らない女子生徒に話しかけちゃいけないって。いや、お、普通話しかけないから。少なくとも俺は人見知りやけんさ、あんま話したことない人に話しかけれんタイプやけんな。それでも話しかけられるこのマネージャーはすごい。ジャーマネすごいわ。それはしきこさんで殺されちゃうって。あれ、でも確かこの話は続きがあったような。一番重要なことを忘れてるっていう、よくありがたなパターン始まったのや。覚えとてよ。あれ、ここって何階。もう3つ降りとうけんさ、少なくとも4階だけだったらもう下に繋がるはずなのにって感じなんやな。階段を降りてくださいって無慈悲な言葉が出てきてる。何階建てだ。しかもおるやん。さっき聞いたら話しかけたらやばいっていうこと言いよったもんな。
え、けど早話しかけろって言わんばかりに近づいてきとるけどちょっと早話しかけてあげろって言わんばかりに近づいてきたよ今。近い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 、廊下短い、廊下短くなってる。そんだけ話しかけろって言うんかこの人にもう分かった、上の階に登るもんね俺。裏切って俺上の階に登るからな逆走だ、逆走してやるわ。わあ、これまで引き取った廊下長い部分まで短くなってる。そこまで話しかけろってふりをしたいなんか分かったよ。あ、話しかけちゃいかんってこと分かっとうけん、てんてんてんなんて言ったね。気まずお互いに顔を合わせたくらいも話さない、しかも何もしない、ただ立っているだけという、すごい気まず。なんだこの時間なんだこの時間、おい何がしたいんや。あ、内田先生かな。そう、うん、3年の仕組みの西野由依さん。仕組み言うてりゃん、そんなんに所属した覚えないわ。地球闇の木造校舎、闇の木造校舎だね。職員室まで来てください職員ってなんだ職員ってはずインドネーション、帰国子女なんかな内田先生帰国子女なんかなイントネーションおかしいぞ。昭和44年木造校舎職員室絶対内田先生これ帰国子女じゃん、職員なんだいいってな独特のイントネーション使うんじゃないよ。な何この放送、内田先生は何を言ってるの。うちの先生、キャラ濃いな。ブスで、こういうイントネーションで、みたいな。しかも、生徒に片思いしてる。キャラ濃いな、うちの先生。え？矢印出てるやん。裏切って右を向きたいのに右向けない。右キーを押しても左向きますよ。行け！死ぬ。見たことある、この人。ゴドハのテルマザキだ。てかこれ絶対第1話の最終回で見たあの在校生見送りの人や。そんな顔じゃキャーだって、こんなムンクの叫びみたいな顔だったもんな、あの時で。ちょっと流れは違うけど似たような感じで、あの死の世界に誘われるっていう第1話と似たような展開やし、これ第1話で見たぞ俺誰だ君は見たことない、この学校の学校となんか特権のやつは見たよね。誰だよ本当に歴代の校長、過去の校長先生か今もう定年退職した。で君は見たことあるな、君はまだ出てくるな恨みっこ継ぐの日いたんつ。さあ第2話始まった。ちょっとん文字が荒ぶっとる、若干ちょっと主張してきとるやん。渦巻いて第2話、ようやく第2話っていう文字が出てきた。あ、セーブさせてくれるんだ。え、こんなんあったっけ、あったような気もするけど。あ、来た過去の青学。あれ、ここってあの夢の中。部活行かなくちゃいけないのに起きなくちゃ。あくまで夢だと考えとる。そしてこういうマップが音仕組みで始まるんだよこれ。第一話がどうだったか知らんけど、うん、お、明るいやつが一つだけあります。机の中に何か入っている、これって地図。いや、もう取ったやんさっき見たやろが何今手に入れたみたいな感じになったのやあ、ここでここが青樹街中学校って気づくんやな。うちの学校はこんなボロいわけないじゃん。まあそんな反応するわな。え、このチャイム来た、
地獄のジャイム来たよ。ああ、君が出てくるのか、君誰だ。あって、在校生か。どういうこと。あ、何、廊下から何か聞こえた。おっと、外で何か起こってるらしい。これは、やっぱ第一話とは違う。何、あ、開けてくれ。え、その声は、安藤くん。やっぱり安藤くんおる。お、二人で探索なんじゃ。うん。第二話になってさ、人数も二人になってしまったよ。安藤くん。西野、かな。どうしてここに？西野が放送で呼ばれてるのを聞いて、なんか嫌な予感がして、俺も職員室に行こうとしたんだよ。え、どういうこと？今日、内田先生は休みだったんだよ。え？内田先生休み？何、内田先生勝手に休んどんだ。あ、そうか。前歯の歯茎治療しに行ったな、これ。前歯の歯茎治療するために、有給取ったな、内田先生。多分、有給の手続きとか、有給の申請書とかにさ、理由、前歯の歯茎直しに行くためとか言うたらさ、それ受け取った瞬間ちょっとプッてなるんだろうな、受け取った先生、担当の先生。プッ、内田先生、今頃頑張って治療しに行ってるよ。なのに放送の声は内田だっただろう。え？とにかく先生がおらんはずの先生の声が聞こえてきたってことになる。内田が西野に何かするんじゃないかって心配だったんだ。内田先生の放送って、あれ、夢じゃなかったの？は？夢じゃねえや。今ちょっとハリセンボンの近藤春菜出たよ。夢じゃねえや。しっかりしてくれよ。ごめん。西野、スマホ持ってる？うん、持ってないよ。安藤くんのは？内田に没収されちまった。わあ、内田先生完全に安藤くんの携帯の中身見ようとしてるな。写真のフォルダとかツイッターどんな感じとか、バリバリ個人情報を見ようとしてる。プライベート覗こうとしてるや、内田先生。本当、内田先生二人より出番少ないのにキャラ濃いぞ。今日返してもらうはずだったのに、内田が休んだからもらいそびれたんだ。くそ、助けも呼べないじゃん。この教室も何もないみたいだし、他の教室に移動してみようぜ。うん、わかった。よっしゃあ。とにかく二人でた、なんこれ、会話で産地を回復するとかいう。すごい、二人だからこそできるようなことであるんだ、これ。お守りの代わりってことかな、もしかして。お守りで、あの、幽霊を退けられん代わりに、みたいな感じかな。あと、産地が80。二人で80か。だとしたら、やっぱ、前回の主人公が、どれがミクラさんがどんだけ強かったことは、一人で60やけんな。つまり、これ二人で80ってことはさ、一人当たり40やけんな。ミクラさんの精神力、この二人の 1.5 倍ってことになる。そういうことか、やっぱ、ミクラさん強かったんやな。野球のバットもできてる。なんでバット持ってんの。え、なんで物質の倉庫、物質の倉庫が持ってきたの、これ。だとしたらなんだ、うち、いや、部活で、なんで物質の倉庫に行ってから職員室に行ったんや。いや、普通職員室に直に行くでよね、安藤くん。部のバットじゃなくて、私物のバットか、これ。だとしても、あ、なんで持っとんやねん。なんで教室まで持ってきたの。怖いな、安藤くん。いや、ヤクザちゃん。安藤くん、ヤクザちゃん、これ。いろいろ突っ込みどころがあるんやけど、これ。よっしゃ、突っ込みどころ見せたところで、今回はここまででしょう。あー、まだイベント始まる。セーブしようと思ったのに。西野、俺のそばから離れるなよ。え？廊下に出ると、悪霊が襲ってくるんだ。もう悪霊と出会っとんやな。チャイムが鳴ったら次の教室まで全力で走るんだ。お、音量で、音量って、悪霊って呼んだら音量って呼ん、大丈夫、バットでぶっ飛ばしてやるよ。ぶっ飛ばせるの？
まあ、ぶっ飛ばすためのバトなんだろうなと思うけど、とりあえずセーブさせてもらいます。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け、あわよくば安藤くん、ここの幽霊全部ぶっ壊してほしいやけど。舞台が一緒やけん、雰囲気は前回と一緒やけど、二人ならではっていう、そういうアクションが追加されとんやな。そのあたりが第一話と全然違ってくる。違う楽しみがある。ただそれより気になるんが、内田先生なんよな。なんなん、正直主人公二人よりもすごい目立ってるし、気になるし、今後どういう展開で出てくるんだろう。